こんにちは、ふいこです。今回は2022年1月の家計簿公開をしていきたいと思います。今回の教訓は時間や経験を買おうっていうことですね。今回の動画の流れはこちらになります。最初に前提の説明、次に反省点、次に実際の家計簿、最後にまとめっていう流れですね。最初に前提なんですけど、家計簿公開をしていくことで節約を頑張りたいと思っている方にとってモチベーション維持になったり参考になる部分があると思います。皆さんと一緒に自分にとって快適な節約を模索していこうという思いです。私は去年一昨年と年間の生活費支出っていうのが170万円、月当たりの生活費でいうと約10万円っていうのをキープして年間300万貯金っていうのができてるんですけど、最近正直気が緩んでるってことで2022年の家計簿公開を始めます。前提としてなんですけど、私は2人暮らしで家賃、光熱費、食費は折半です。家計簿公開としては家賃は4万円で安いので全額計算して、光熱費、食費は自分の分のみ計算としています。仮に一人暮らしだったら私の光熱費にプラス3000円か2000円くらいかかると思いますね。なんでかっていうと、光熱費っていうのは基礎料金っていうのがかかるので、2人よりも1人の方がちょっと料金が割高になってしまうからですね。なので一人暮らしの方は光熱費プラス2000円か3000円かなと思って参考にしていただければと思います。2022年の6月時点で1月の家計簿公開をしようとしてるんですけど、順番に 1,2,3,4,5 月っていう風にやっていって、今後も月に1回家計簿公開っていうのをしていこうと思います。私の2022年の節約のテーマはですね、使うときは使う、使わないときは使わないですね。私は最近、先ほど気が緩んでるって言ったんですけど、食費を抑えすぎてしまったりとか、使うべきときに使えないとか、気が緩んでよくわからない浪費をしてしまうっていうことがあって、 YouTube で良くない浪費にお金を使わないようにしましょうとかね、今まで言ってたんですけど、先週実はですね、コンビニでお饅頭を1個買っちゃったんですよね。節約が安定してきて完全に気が緩んでる状態です。ここで皆様に家計簿公開することで自分の気を引き締めるとともに、節約でいう取捨選択のプロセスや考え方の道筋っていうのを皆さんに具体的に紹介することで、より分かりやすく貯金や節約を身近に感じていただけたらと思います。次に今月の反省点なんですけど、それは浪費ですね。浪費と一言で言っても、いい浪費と悪い浪費があると思っています。今月は株式投資分を除くと支出は14万円なんですけど、その中で浪費に使ったのはこちらの合計3万円です。360円、自販機でのコーヒー2万円、美容院で髪をブリーチしたっていうのと、1万円で YouTube プレミアムの年会費を支払ったっていうことですね。この中でいい浪費っていうのは YouTube プレミアムで、1万円っていう高い金額なんですけど、自分自身 YouTube をやっていますし、 YouTube を見る機会の多い身としては広告を見る時間っていうのを減らすことができたので、価値のある浪費だったと思います。自販機でのコーヒーは完全に良くない浪費でした。本当に反省です。たった360円なんですけど、価値に見合わなければ良くないという考えですね。私は美容院で髪をブリーチして2万円使ったということに関しては、私は前から人生で1回は髪を明るくしたいと前々から思っていたので、人生でやりたいことリストのうちの一つを達成できた経験ではあるんですけど、ブリーチは維持できないなと思って、結局今みたいに黒髪に戻してしまったので、 100% いい浪費だったのかって言われるとちょっとグレーゾーンですね。うまく言えないんですけど、ブリーチした状態の髪色という物質的なものを2万円で買ったというよりも、一回ブリーチしてみるという経験を2万円で買ったということに価値を感じています。結構この観点は大事で、心理学的にですね、物を買うよりも経験を買った方が幸福度が上がりやすいっていう結果が出ているらしいです。これはですね、概要欄に貼っとくんですけど、幸せをお金で買う5つの授業という研究をもとに心理学者とマーケティング専門家が書いた本に書いてありました。何に集中してお金を使うと満足度高く生きられるのかという観点で、この本はですね、私の節約や貯金に非常に役に立ちました。で、概要欄にこの本のリンクを貼っておくんですけど、本を買うのにお金をかけたくない方は図書館に行けばこの本ありますので無料で読めます。気になる方はネットで試し読みもできますんで、ぜひ見てみてください。すごいおすすめの本です。次に家計簿公開ですね。家賃から順に説明していきます。こちらが1月の家計簿なんですけど、まず家賃が 43,935 円ということで、私住んでるのが 3DK 築30年家賃4万円のアパートに住んでいて、共益費とか保険料として3,935 円分プラスされてるって感じですね。田舎なので結構家賃は安いです。次に自動車ですね。 6,053 円ということで、家賃は安いんですけど、その代わり自動車の維持費がかかります。2020年1月は 6,035 円でガソリン代のみがかかってます。
ね。アパートに駐車場がついてるんですけど、駐車場は無料になってます。次に食費が 12,886円ってことで、食費はだいたい月1万から2万円くらいですね。食費の内容としてはスーパーで買い物したっていうのと、自販機で3回コーヒーを買ってしまいましたね。360円ってことで、冒頭で言った無駄な浪費だったなっていう話なんですけど、1月はですね、会社の仕事が結構忙しくなり始めて、3回も自販機でコーヒーを買っちゃいましたね。金額としてはたった360円なんですけど、気が緩むと毎日買ってしまうようになって、1ヶ月に20日出勤するとしたら100円かける20で1ヶ月で2000円使ってしまうっていうことになりますし、そもそもコーヒーを味わいたいって目的じゃなくて、仕事中に気合を入れようっていう目的のコーヒーなんですね。なのでそういう目的であれば、自宅で1分で入れられる1杯あたり10円20円くらいのインスタントでも満足してるんですよね、私は。だったらそっちの方が絶対いいじゃないですか。なのに1杯100円もかけるっていうのは、1杯20円が100円になってしまうので5倍もお金かかっちゃうってことで、たった360円なんですけど、そのまま気が緩んでいくとどんどん浪費っていうのが広がってっちゃうんで、非常に気持ち的にモチベ的にも金額的にも本当に大きな360円なんですよね、私にとっては。ということで、すごくこれはもう反省点です。あと食費ですね。食費に関して、まあ買ったものって通常お米とかお肉とか野菜とか普通に買ってたんですけど、1月でお正月だったのでお餅を買いました。海苔で巻いて醤油につけて食べたりとか、きな粉も買ってきな粉で食べたりとかしてました。次が奨学金返済ですね。14,400円ですね。こちらは大学の分の奨学金の返済です。毎月14,000円していますね。で次が光熱費7,881円ですね。冬の割に電気代っていうのが結構抑えられたと思います。1月よりも冬で一番寒いの2月なので、2月が一番注意ですね。次が美容に27,000円ってことなんですけど、2020年1月は美容院に行って人生初のブリーチでしたね。髪の毛をピンクミルクティーベージュに染めました。あと靴下も買ったりしたので、合計で27,000円ってことですね。私は高校、大学、大学院と1回も髪を染めたことがなくてですね、ずっと地毛だったんですけど、そういう髪の毛で遊ぶっていうことを大学生とかだと結構しやすいじゃないですか。なんですけどしなかったんですよね。なので最近になって人生に1回はブリーチしてみたいっていう欲が出てきてですね、2万円っていう高い金額なんですけど、価値のある体験だったと思います。これですね、毛先から15センチくらいはもともとパーマをかけてて、パーマをかけた後にブリーチするっていうですね、髪がめちゃくちゃ痛むことをしてしまったんですよね。なので今もうこの根元のあたり、髪の毛が新しく生えたあたりっていうのは結構髪の毛綺麗なんですけど、カメラだと分かりにくいんですけど、すごいもうね、ボサボサっていうかキューティクルが死んでるんですよね。やばいです。セットもしづらいし、ドライヤーで乾かす時もなんか乾かしづらくて、指通りもすごい悪くて引っかかるんですよね、絶対。今櫛で溶かした直後なんで引っかからないんですけど、ということでブリーチであるデメリットっていうのがすごくあったので、そういうのを体験したってことでね、でもう地毛か茶髪でいいやっていう判断をしました。今は黒髪になってます。経験しないとわからないことってありますよね。次に書籍が 16,062円ですね。こちら自己投資ですね。会社の昇格試験で必要になる資格の勉強のために、通信教育を受けるための費用なので結構高め、1万円以上のお金になってます。今は会社を辞めてしまったんですけど、会計とかロジカルシンキングとか経営の基礎について学ぶことができたので、会社外でも役立つスキルとして学んでおいてよかったと思います。私は節約オタクではありますし、14,000円っていうのは決して安くない金額ではあるんですけど、自己投資にはすごく価値を感じるので、毎月1万円か2万円くらいは自己投資にお金をかけてもいいんじゃないかなと思っています。次に趣味の10,062円ですね。これは YouTube プレミアムの年会費ですね。 YouTube の広告がなしになるので、動画を見る前の待ち時間が減りました。これ2022年1月当時、会社員をしながら副業を続けたいと思っていた私にとって一番の壁が時間がないっていうことだったんですよ。なので YouTuber として挑戦していて、まあ YouTube っていうのを活用するっていう点と、そもそも YouTube が好きなのでよく見るっていう点で、 YouTube の広告はなしにして少しでも時間を確保しようっていうことで、それでプレミアム会員になることにしたんですけど、まあ、時間は貴重だと思ったので、それより前から他にもドラム式洗濯機や食洗機っていうのを導入することで家事の時間を減らしてて、結果すごく満足してるんですよ。単に家事をする時間を減らせたというメリットだけではなくて、それによって他のことをする余力、エネルギーっていうのを確保できるようになったっていうメリットもありました。具体的に言うと、例えば食洗機だったら、食洗機がなかったら、あ、お皿洗わなきゃと思ってちょっと嫌な気持ちで、まだやりたくないなと思ってスマホをポチポチしてるみたいな時間が減ったんですよ。私の場合、何か家事をするまでに時間がかかってしまうので、そういうやらなきゃって思いながらグダグダする時間っていうのが減ったっていうのが一つと、そもそもお皿を洗うっていうことに費やすエネルギーとか、やらなきゃっていうやる気を出すっていうエネルギーを費やさなくて済むようになったので、毎日の生活が楽になりましたし、温存したエネルギーを他のことに使えるようになったんですよ。つまり副業とか他の楽しいこと、趣味とか、まあ、寝るとかですね。なので
こういう時間を買うという浪費はすごくいいものだと私は思ってます。次に医療費3550円ですね。これは婦人科で2490円と精神科で1060円ですね。最後に株式投資で10万円ですね。2020年1月は積立 NISA で 33,333 円と特定口座で約7万円ですね。私楽天証券でやってます。合計10万円分のインデックスファンドを購入しました。買ったのはですね、 eMAXIS SLIM 全世界株式除く日本ですね。最後にまとめです。2022年1月に浪費に使ったお金は3万円でした。そのうち完全な無駄遣いが自販機で使った360円で、グレーゾーンだなっていうのが美容院に使った2万円です。私昔はすごい浪費家で、服をその場のノリで買ってですね、後で着なくなって結局捨てるみたいな、で結局1万円くらい完全に無駄な浪費をしたみたいなことを結構やってた。そういう自分にとってですね、2022年1月の浪費具合はかなり抑えられた方なんじゃないかなと思ってます。とはいえちょっと気が緩んでるなというのがまあ自己評価ですね。ということで今回の教訓は、時間や経験を買おうでした。いい浪費と適切な節約ができるよう、今後もいろいろと試していこうと思います。今回の動画は以上で、参考になった方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。